はい、お疲れです。えー、東京ドームから帰宅しましたんで、えー、現地民の感想、もろもろ喋っていこうと思います。はい。えっ、ー、とー、まず今日なんですけどね、大ゼロ試合、間に合わずで、若干遅刻しちゃいましたね。はい。まあ、それはどうでもいいですけども。で、僕が会場着いたのが3時40分ぐらいでしたね。3時40分について、大ゼロ試合がちょっと始まってる具合。 始まってるぐらいだったんですけど、その時だったらもうすぐパー、あの、並ぶことなくすぐ入りましたね。はい。ワンチャンスターダムの TDC も行こうかなって考えてた時期もあったんですけども、なんか時間ギリギリとか、時間過ぎたら、あれかなとか思って、はい、えー。今回のスターダムはスルーしてます。はい。まあそんな感じですね。はい。で、僕が今回座った席はですね、スタンドです。はい。1階スタンドでしたね。はい。 基本的に、大体僕、東京ドームって、いつもアリーナで、アリーナに座ってたんですよ。アリーナの、必ず、花道横のエリアを、毎回撮ってたんですけれども、今回は、ちょっとアリーナじゃなくて、スタンドにしようと思って。はい。まあ、正直、んなんかそこまで、そこまでこう、燃えたげるようなカードがなかったから、あスタンドでいいかなと思って。やっぱ、アリーナって結構疲れんすよ、あれ。 くあの首を上げる形になるんで、見上げる感じになるんで、首も疲れるんで、ちょっとスタンドで、ちょっと、うん、気楽に見れればいいかなっていう、そんな感じだったんで、今回はスタンドにしましたね。はい。スタンドでも結構見えましたね。うん。あの、本当スタンドの後ろの方になっちゃうと全然見えないんですけども、スタンドのもう本当の前の方だったんで、はい。あの、全然、リングの動きも見れましたね。 僕東京ドームとか現地で試合見に行くときってなるべくモニターじゃなくてリング上の動きを肉眼で見たい派なんですよねモニターで見ちゃうとどうしても若干の数秒の音のズレとかがあるんであんまり臨場感がちょっと半減しちゃうんですよねで、まあ、もっと言うとモニターの映像って 家帰ってからワールドでも同じ映像見れちゃうんで、だからなるべくその現,現場でその時にしか見れない、えー、光景、そのリング上の動きっていうのを肉眼で見るようにしてるんで、はい。なんでまあスタンドの方がアリーナよりは全然そのリング上の動きは見えやすかったですね、ドームに関しては。うん。まあそんな感じですね。はい。えー、では早速、えー、第一試合から、ね、振り返っていこうと思います。はい。 1> 第1試合の IWGP ジュニアタック選手権試合。はい、えー、この試合の感想ですね。うん。なんか思ってた以上に、TJP の仕掛けがあったおかげで、思ってた以上にまあかったかなっていう感じですね。うん。入場の時点までは。はい。まあ、試合始まっちゃうと、まあなんか、ジュニアタックの省、うん、エネバージョンみたいな、そんな感じでしたね。うん。 あの、今回のね、TJP の顔系入って、まあ、それが、あの、なんかのこう、キャラクターチェンジにこう、つながるっていう、うん、ああいう、なんだろうな、仕掛けは、うん、良かったっすね。うん。しかも、しょっぱなの第一試合から、うん、そういう仕掛けがあるっていうところは良かったですね。ただね、時間が9分でしたよね、確かこれ。うん、うん。 だからね、あのー、スーパージュニアタックリーグだとかって、うん、あんだけワンシリーズリーグ戦やって、で、結局ね、その最終決着であるジュニアタック戦がね、省エネの9分で終わるっていうこの仕様ここで9分で終わらすんだったら、僕はもう年末の後楽園で、あの、まあ、ロードトゥー東京ドームですよね、あそこでジュニアタックメインイベントで、まあ、がっつり、うん、25分超えのね、試合とか、 そっちの方がいいんじゃねって若干思って、思ってますかね。はい。まあそんなところです。はい。はいえー、続きまして、ザック対田橋社長。はい。この試合の感想。うん、やっぱ、田橋さん勝ったかっていう、まあそんな感じですね。うん。若干この、これ読みづらかったんですけども、なんか田橋さんが勝つ空気がしてたんですよね。まあそれはまあザックを、 このワールドチャンピオンから引きずり下ろさないといけない。うん。ザックをこのままワールドチャンピオンにしてても、ザックのストーリーが全然進まないんで、まあ、なのでそう考えたときに、ここの社長就任のタイミングで、新王者をあえて、田中さんに持ってくることによって、まあ、イメージ的に盛り上がる感じがするんで、うん。まあ、そんな目線でいたんですけども、まあその、そんな感じになりましたね。はい。 で一応、まあ今回の、全試合の結果予報とかって言って、まあ、偉そうに散々喋ってきたんですけども、前半の方はね、結構それ通りになったんですけども、やっぱ後半から全然ちょっと違う方向になっちゃいましたね。はい。まあまあそれはさておいて。はい。まあそんなところです。はい。えー、続きまして、第3試合、上村優也対辻洋太。はい。この試合の感想。あー、ちょっとあっさりだったなっていう。まあそんな感じですね。うん。 思ってた以上にあっさりだった。多分、あのー、結果は上村選手が勝つだろうなと思ってたけども、思ってた以上に内容が薄かった。うん、そんな感じですね。まあ、どうしても、東京ドームって、試合のね、時間の尺が決まってるんで、いた方ないんですけども、ただ、僕が今回これ見て思ったのは、次やるんだったら、G1 の、エディオンアリーナ大阪。 そこのセミファイナルか、それの一個下ぐらいの位置で、そこで上村対辻をやって、どんぐらいの内容になるか、これがちょっと見てみたいっていう感じですね。うん。エディオンアリーナ大阪がいいっすね。うん。多分これわかる人わかると思うんですけども、G1 の、あのー、エディオンアリーナ大阪で、どんぐらいの内容を残すかって、これね、あのー、一種のまあ、あ え僕の中でエディオン・アリーナ・大阪って、この査定試合、査定会場として、すごくいい場所だと思ってるんですよ。うん。まあこれ分かる人分かると思うんですけども。うん。なので、大阪でどんだけの,この熱を、えー、呼び起こせるか。うん。それが気になるんで、なんか今日の感じを見てると、大阪の G1 で結構爆発させられそうな気がする。そんな気がした、この第3試合。 の感想でででございいますすはい、以上ですで次が、えー、タックマッチですね、えー。ハウスオブトーチャー対海の海の軍。はいこの試合の感想。海野選手のバイクはかっこよかったな。はいそれぐらいですね。<laughs> 感想は <laughs> ん、うん。本当に印象残ってるのは、ね、本当そ,それぐらいですね。まあ、これもどうまあ、多分成田が勝つだろうなと思ったんですけども、その結果。 もそうだしなんかやっぱ内容も薄かったなっていう、まあそんな感じですね。うん。まあとりあえず、やっぱり一番の見どころはバイクシーンだけだったかなみたいな、まあそんな感じですね。多分これあ、あの、明日の、あのー、ニューイヤーダッシュでも似た,似たようなカード組まれますんで、多分ここに大岩選手も絡めて、6人タック、8人タック、もしくはまあ10人タック。うん。で、多分明日は大岩選手が、 ハウス・オブ・トーチャーの裕次郎からピンフォールそして、えー、2月シリーズまでこの海の軍とハウス・オブ・トーチャーの構想は、えー、絶賛継続されますはいそんな感じですねはい以上ですはい続きまして、えー、ネバー選手権試合、えー、高木慎吾 VS マトンガはいちょっとねこの試合からねあのー、僕が想像してた結果予報とだいぶちょっとずれ込んじゃいましたね いや高木選手、勝つかなと思ったんですよね。あの高木選手がここで勝って、で今あの、中島克彦が来るんじゃないか説って結構噂さされてるんで、ここで高木慎吾選手を勝たないと、同時に中島克彦来る説も自然となくなっちゃうんですよね。 なんで、ここは、あえて高木選手を勝たして、中島克彦がもしかしたら、えー、この試合の後来るんじゃないのか、もしくは、えー、明日のニューイヤーダッシュで来るんじゃないのか、そういう、えー、期待値をなんか持たせんじゃねえかな、みたいな、うん。でも結果、えー、中島克彦は来ないっていう、そういうオチに持っていくっていう、なんかそういう展開かなと思ったんですけども、まあ全然そんなことなかったですね。うん。いや、でも内容は、うん。 まあ鉄板というか、思ってた以上に良かったっすね。うん。はい。まあそんなとこです。はい。はい。で、続きまして、第6試合の、えー、IWGP タックとストロング戦。はい。この試合の感想っすね。えー、まあとりあえず一言で言うと、IWGP タックは、トイレタイムじゃねえぞ。はい。もう、これだけっすね。はい。あのー、正直、この試合に関しては、この試合だけで、 一本丸々動画作りますんで、うん。そこでもうトコトン、とことん、とことん、とことん、もう、私の言いたいこと全部、さらけ出しますんで、はい。IWGP タックストロング戦。覚悟しとき、この野郎。はい、もうこんな感じです。以上です。はい、えー、続きまして、えー、IWGP ジュニア選手権 J、えー、ヒロム対デスペラード。はい、この試合の感想。うわ、マジかよ <laughs> マジかよデスペラード勝つって予想した人いるんすかこの世に。はい、っていう感じですね。 いや、まあ、なんかもしかしたらいるかもしれないですけども、あのーまあ、これってどっからどう考えてもヒロム選手が防衛してヒロム選手の最多防衛記録更新だろうっていう展開かなって思ってた人は、まあ、ほぼほぼ大半かなっていう,ふうに思うんですよ。デスペラード選手がこの試合勝つって予想した人いねえんじゃねえかなって思うんですよね。 いや、もちろんデスペラード選手のファンで、勝ってほしいな、デスペラード選手に勝ってほしいなっていう、そういう願望はあった人は何、まあ、結構いたかもしれないんですけども、ただ、デスペラードが勝つだろうなっていう予想、予報を立てられた人って、まあ、この世にいないんじゃないのかなって、うん、そんぐらい思いますね。はい。いや、もうそんぐらいびっくりしました。うん。 もう終盤、あのー、ピンチューロコ一1回返された時点で、あこれ、ヒロメ選手、勝利パターンだなと思ったんですけども、その後若干攻防続いて、あのー、火災コンボ、うん、火災ドライバー含めた、火災式タイガードライバーからのピンチューロコ決まって、あもうこれ終わりだと思ったら、本当に決まっちゃってあ、ちょっとね、この試合は本当にびっくりですね。はいまあ、ただ新日本プロレスって 必殺のリマッチっていう技があるんで、もしかしたら明日のニューイヤーダッシュで、ヒロム選手とデスペラード選手で、もう一回ワン儀式やって、えー、札幌でヒロムデスペラードがまた組まれる可能性もなきにしろあらず。はい、以上です。はい、続きまして、えー、新王座決定戦のスリーウェイ戦ですね。はい、この試合の率直な感想。マジかよ、フィンレイ勝つのかよ。フィンレイ勝つのかよ。はい、こんな感じですね。いや、僕これモッサンだと思ってたんですけどもね。 フィンレイ勝ちかよ。あっていう感じっすね。うん。まあこれ、フィンレイは多分ないだろうなって僕散々口すっぱく今まで言ってきたんですけど、まあ結構偉そうに言ってきたんですけども、まあ、これは個人的にフィンレイにまだベルトを持たせないでほしいっていうその願望も若干入ってたっていうのが、まあ正直なところなんですけども。いやー。 まじかっていう。まあそんな感じですね。まあとりあえずちょっとこれ後でまたもう一本動画上げるかもしれないんでそこでちょっといろいろね掘りは掘り、はい、喋っていこうかなと思います。でもまあとりあえず内容はうんめっちゃ面白かったですね。はい。はい続きまして、えー、岡田和彦 VS ブライアン・ダニエルソン。はい、えー。この試合の感想ですね。うーん、ファイナルカウントダウンは聞けなかったなっていう。うん、そんな感じですね。はい。若干ファイナルカウントダウン聞けるかなってちょっと期待してたんですけども。 ファイナルカウントダウンではなかったですね。はい。で、まあ、試合は、うん、なんか思ってた以上に面白かったなって感じですね。うん。もうちょっと地味めな展開になるかなと思ったんですけども、うん。まあ、さすがスーパースター同士の対決っていう、まあそんな感じですかね。はい。で、僕思ったんですけども、意外と、ダニブラに対しての、この反応っていうのが、そこまで、あのー、去年のケニーと比べたときに、そこまでこう入場して 来た時の大きい感性っていうのは、去年のケニーに比べたらちょっと薄かったなっていう感じですね。うん。まあやっぱりアメリカですごい知名度はあるけれども、日本のファン全体にどれだけ浸透してるかって言ったら、そこまで。 浸透率はしてないのかなっていいう感じですねいや、もちろん知ってる人はもちろん知ってますよ。うん。だ元 WWE のトップスーパースターっていうのは。なんですけども、やっぱり全然そのブライアン・ダ・ニエルソンのすごさっていうのを知らない層っていうのも全然いるんだなっていう、そんな感じでしますね。うん。だからやっぱり、うん。いくら海外の大物って言っても、ある程度日本に、うん、馴染み、ここ最近の馴染みがないと、 あんまりその浸透率っていうのはちょっと薄いのかなとは思いますかね。はい。まあそんなところですかね。はい。以上です。はい。えー、最後にメインイベントですね。はい。サナダ VS 内藤哲也。はい。この試合の率直な感想。まあ予想はされてた内藤さんの勝利だったけども、やっぱりこれはハッピーエンドでしたね。うん。うん。まあそんな感じで。やっぱこれがレハポン締めで終わったからこその、 この東京ドーム大会全体の、うん、この満足度だったかなっていう、うん、そんな感じですね。はいでまあ最後の流れっていうのもイーヴィル、真田、内藤ここの、えー、ロスインゴ元ロスインゴメンバーを含めた3人で、えー、素晴らしいこのエンディングを作り上げるっていう。うん いや、これもお見事だなっていう。まあ、そんな感じっすね。うん。まあ、とりあえず、うん。やっぱり、今回の東京ドームの、えー、満足度は、やっぱりこのハッピーエンドだったから。 うん。まあ、これに尽きるかなっていうふうなところですね。はい。ちょっとこの試合はいろいろ語りたいところが多いので、はい。ちょっとまた別で一本上げようかなというふうに思います。はい。えー、っていうふうな感じで、ちょっとね、内容薄かったかもしれないですけども、はい。ちょっと時間が時間なんでパーって喋ってたんですけども、ちょっとね、語りたいところとか、えー、じっくり語りたいところとか、結構いろいろあるので、ちょっとこの後個別で動画上げていこうと思いますので、まあ、いつも通り低い期待値で、はい。よろしくお願いいたします。はい。 はい、ちょっと一旦この辺で失礼いたします。See you next time.